2024年1月1日元旦の16時10分、能登半島の先端にある石川県大須郡穴水町の北東 42km を震源として令和6年能登半島地震が発生したよね。能登半島では以前より群発地震が頻発していたが、この一連の地震活動のうち16時10分にマグニチュード 7.6 の地震が起こり、石川県羽咋郡志賀町では最大震度7が記録され、国内に残る記録では2018年に発生した北海道胆振東部地震以来の7回目の大地震となったぜ。今回はそんな能登半島地震で活躍する、海上自衛隊のホバークラフトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、地震発生とともに気象庁では、東日本大震災以来となる大津波警報を発し、当初は石川県輪島市の輪島港で最大 1.2 メートル以上の津波が観測されたと報じられていたんだけど、その後に能登半島沿岸の被害状況が明らかになるにつれて、最大で4メートルほどの津波が到達していたことが判明しているね。この地震によって、半島をぐるり周回する国道249号では石川県内の多数の区間が通行止めとなっており、その他にも国道359号の富山県小矢部市から石川県金沢市へ向かう区間で地震による道路の崩落が発生。国道415号では羽咋市で通行止め、国道471号も富山県小矢部市及び富山市八尾町土地折で通行止めが発生するなどしていて、それらに加えて山が多く海岸線が急峻な崖が多い能登半島では各地で土砂崩れが発生し、道路が寸断されて海岸沿いや山中で孤立する集落が続出しているみたい。自衛隊では1万人を動員する体制で人命救助活動や物資の搬送などに当たっているものの、半島北部にある輪島市に通じている道は穴水町からの県道1号線のみで、随所が片側通行となっていることなどから激しい渋滞が発生しているんだ。そのため、それらの孤立集落に食料と水や各種の支援物資を届けることができず、自衛隊などが閉ざされた道路の再開と支援物資の搬送に動いている中で、海岸沿いの集落への支援物資搬送に加えて、道路開通や倒壊した住宅に閉じ込められている住民の救出に使用するために必要な重機を洋上の補給船から海岸への陸揚げ搬送が可能な、海上自衛隊が運用しているホーバークラフトの LCAC-19 エアクッション型揚陸艇が注目されているわけだな。日本においては2011年3月11日に発生した東日本大震災の際にも、瓦礫などが散乱して船舶が入港できない地域において、海岸などに LCAC によって支援物資を供給するなど活躍したぜ。津波などが襲来した場合、周辺海域には陸上から流された瓦礫や転覆した船舶によって船体を損傷することがあり、あるいは海中に浮遊している漁網やロープなどが多くあることから通常の船舶ではスクリューなどに絡まるなどして航行不能になる可能性があるため、港内を掃海しなければ船舶が接岸することができず、支援が困難となるため、LCAC はそのような地域には重要な補給手段だろうね。エアクッション艇はイギリスのブリティッシュホーバークラフト社ブリティッシュホーバークラフトコーポレーションの開発で、船体の下から圧縮空気を下向きに噴出することで水上を浮上航行する高速船で、エアクッションが極めて少ないため、およそ100キロマイジという高速航行が可能なほか、陸上走行も可能な水陸両用艇なんだ。ホーバークラフトとはブリティッシュホーバークラフト社の商標だけど、同社が一般名称としての使用を認めているため、正式名称のエアーカシオンビークル ACV エアクッション艇よりもこちらの方が一般的な呼び名となっているね。このホーバークラフトは、船体上部から吸い込んだ大量の空気を船体下にある海面や地面に直接吹き付け続けることで海面や地面上から浮上し、ホーバークラフト音と呼ばれる船体の四方に下げられた合成ゴム製のエアクッション用側壁が、吹き込まれた空気を運航に必要な高さで保持しているぜ。この側壁下部と水面または地面との隙間から常に空気が漏れ出ることにより、完全に体の全てが空中に浮かぶため平坦な面上では接触抵抗が全く発生せず、
この隙間より大きな凹凸があったとしてもスカート部によって作られた空気浮揚空間の高さまでは、船体の金属製の底体部分に接触することは避けられる構造であるが、走行中にスカート部への圧縮空気の供給がストップしたり、スカート部が破損して内部の圧縮空気が維持できなくなったりした場合には、空気圧が低下して浮揚力が失われて底体の底部がそのまま水面や地面と接触することになるわけだ。しかし、特に水上でそうしたことが起こっても底が沈没することがないように、底体そのものは水密構造設計となっているぜ。推進力は底上部にあるプロペラによって得られる水中にスクリュープロペラを持つ機種もあるが、底自体は浮上しているため水面や地面の摩擦による抵抗を受けず高速での航行が可能だな。うんうん。そして、平坦な場所であれば陸上でも使用できるんだけど、凹凸が障害となるために水上で運用されることが多いために、船舶扱いとなっているよ。進行方向の制御にはプロペラの直後に設置されているラダーや、左右のプロペラピッチの差を用いたりして制御するが、サイドスラスターが設置されているホーバークラフトであれば、横滑りによるドリフト走行や急旋回など、通常の船舶ではできない動きが可能となっているね。また海上から直接、船舶のウェルドップに収容することが可能であるため、海上自衛隊が保有しているウェルドップが備えられた大隅型輸送艦3隻に、それぞれ2隻ずつ搭載され計6隻が運用されているんだって。LCAC は、アメリカ海軍では1982年から部隊配備が開始されていて、底椎の中央部分は左右両舷の上部構造物に挟まれた全通式の車両甲板になっていて、長さ 20.4 メートル幅 8.3 メートル床面積168平方メートルの広さがあり、また底の前後には傾斜通路があり、底首側は 8.8 メートル幅で底尾側では 4.6 メートル幅となっているぜ。積載量は交渉で 54.4 トンとされているが、実際には60から75トンまでが搭載可能と言われていて、M1 エイブラムス主力戦車なら1両、LAV 装輪装甲車であれば4両、AAV7 水陸両用強襲輸送車の場合は3両アップリケ装甲を装着した状態であれば2両、M198 などの155メートル榴弾砲であれば2門を搭載できるらしい。ただし、アメリカ軍では LCAC-19 のエアクッション艇の調達終了から20年以上が経過していて、整備用パーツなどが枯渇していることなどを理由として退役が始まっており、後継となるエアクッション艇として LCAC-109 シップとショアーコネクター SSC の導入と配備が開始されている中、日本の海上自衛隊においても最初期に導入した2隻の LCAC-2101号艇と2102号艇は1998年に就役しているため25年が経過しており、海上自衛隊においても運用現場では LCAC の維持整備が困難になっていることが伝えられており、アメリカにおいても在庫が枯渇していて調達ができない部品などは、古い部品を幾度も修理して使っているなどのほか、中には現場でパーツを作成して代用しているなどといったケースが発生しているんだと。海上自衛隊では京都府の舞鶴基地所属の大隅型輸送船大隅を3日に出港させ、5日に金沢港において支援物資などを搭載した上で能登半島の北に海域に進出し、LCAC を用いて輪島市の大川浜に人命救助及び道路警戒作業に必要な陸上自衛隊の重機や救援物資を陸揚げしたことに続き、輪島市周辺では携帯電話の基地局にも被害が発生して電波状況が悪化していることから、NTT ドコモの基地局車両と担当者を大川浜へ輸送することとなり、1月6日に大隅にそれらを搭載して洋上から LCAC によって砂浜から陸揚げしたことが報じられているな。四方を海に囲まれて海岸線が長く、さらに今回の災害が発生した能登半島のように急峻な崖に囲まれた海岸の集落が多く存在する日本では、このように海岸の集落が孤立するような災害の発生は必須とされており、そのような場所へ到達することができる LCAC エアクッション型揚陸艇の更新と配備増が必要であるとする声が高まっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。